はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、今日もたけしです。今日も元気に NBA 2K モバイルやっていきたいと思います。はい、今日はね、挑戦イベント来ておりまして、今私がですね、こんな感じでございます。29,125 ポイントというところで、間もなく、ローズ、ゲットできるということなんでね、このローズの獲得の瞬間と、今日はちょっとローズを使ってみた動画合わせて撮っていきたいと思いますので、ではよろしくお願いいたします。今日村正の NBA TV で使っていくパなんですけど、まあこんな感じですね。ネイト・ロビンソン、ミドルトン、レナード、スタウダマイヤー、オニール。ちょっとポジション等がね合わなくて、ちょっと3選手しか入れられないんですけど、まあスタイルボーナス 60% でいけば、まあまあまあ、でもこのまま普通に行けばね、完走はできると思うんですよね。ちなみに今、土曜日の、昼の11時半ぐらいに撮ってるんですけど、まあそれで中間地点来れてるんで、まあ大丈夫かなと思っておりますね。はい、じゃあ行きましょう。行きます、トン。はい、じゃあ行きましょう。私が緑のバックスでございます。まずはシャックが、じゃあボール勝ち上げていく。トップの位置、レイト・ロビンソン、イエス、決め上げていく。先制点ゲッチュでございます。さあ3対0でございます。スティール、まあ本当に挑戦はね、もう本当神ベともね再三言わさせてもらってますけれども、本当にこの試合に関してはね、もうパワー差が圧倒的なんで、負けることはないんですよね。まあ、たまにオートとかでやってると100試合に1回ぐらい負ける可能性もありますけど、まあ基本的に負けないんでね。はい、まあしっかりと合わせる。イエス、 7-0 って感じですね。もう本当に圧倒ですよ。本当話しながらも余裕で勝てるんで、まあぶっちゃけ普段は本当にオートでやってるんで。おっと、まあ仕事中とかもね、やってる時あるんで、そういう時はもうオートにして、試合終わった時だけ操作するみたいな、そんな感じですよね。やっぱり全部の試合手動でやるわけにはいかないんでね。はい、まあ、3対9もう圧倒的ですね。いや、おっと、さあでもこの中でもやっぱネイト・ロビンソンね、やっぱ3も入るんですよね。やっぱドライブが半端ないんで、合わせる。そっち通らないか。待って待って、ちょっと一回戻して。イエス。オッケー。やばいっしょ。ネイト・ロビンソン、大爆発。まあ、ローズ獲得したら、ちょっと彼がいなくなっちゃうんですけどね。スティール。あれ、スティールいけない。オッケー、いけた。よしよしよし。あー、くそ。残り3秒。打ってくる。落ちる。オッケー。あ、待って待って、まだぶん投げ早かった。危ね。よし、いいね。15点も取った。はい。で、これ獲得するには、俺600ポイントもらえるんですけど、ここでじゃあ獲得したいんで、ちょっとポイントダブラー使いますか。ダブラーさんをじゃあここで使っていきましょう。どうせもうずっと 60% なんで。ローズもどうせ PG でポジション被ってるんで、もう今回は 60% パーでずっと激走していく、感じ。でも初めから 60% パーだったんで、それでいければ大丈夫ってことですね。よく何パーでスタイルボーナス、何パーで完走できますかって言うんだけど、その途中から上がっていくじゃん、基本的に。まあ今回ポジション被っちゃってるんであれですけど、何パーってなんか言いづらいんだよね。例えば最初0パーでも、途中で選手ゲットして、あとスタイルボーナスで最後、あれとかもゲットしたら、60% とかになるじゃないですか、途中で。だからね、一概にね、何パーだったら完走って言えないんですけど、まあ最初から最後まで、60% だったら、それは文句なしにいけますね。ただ、でも20%とかでも、途中で60%とか、下手したら最後 80% とかなれるんだったら、それは完走できると思いますしね。実は結構答えの難しいんですよね。
まあ、みんな簡単にね、何パーだったらいけますかって、まあ、単純に聞きたいのはわかるんですけど、一概にね、その進んでいくごとにパーセントも変わっていくんで、まあ、60% あれば安心だよね、最初から。で、今回逆に珍しいと思うんですよね。60% でずっと上がらないっていう、ポジションが変わらないんで、上がらないっていうのもまあ、そっちの方が珍しいと思うんですけど、まあでも 60% あれば大丈夫ってことですね。はい。じゃあ、ここも本当に圧倒的に、トップ1位。よし、OK。ええぞ。で、今回のローズって、今まで着てたピストンズとかのローズと違うじゃないですか。でね、シカゴブルズの時のローズはね、パラメータちょっと違うんですよ、能力値が。それも紹介したい。あー、くそ。ナイスリバウンド。イエス、OK、20点いった。オッケー。後半あんま決められなかったな。前半15点も取ったのに。はい、OK、これで。これですよ。いよいよ、おーし、OK、2200ポイント。行きました。よし、行った。これで、行きましたんで、私、ちょっとポイントダブル外しといて、ドドンと、来ました。真ん中、中間報酬ゲットでございます。いや、ローズはね、昨シーズンもピンクダイヤ持ってたんで、マジ結構やっぱ後半の方、ピンクダイヤのポイントガードで一番パワー高かったんで、めっちゃ使ってたんですよね。ちなみに今回のあれだね、中間報酬と最高報酬、両方とも、ブルーズなんだね。はい。まあいいでしょう。じゃあもう早速受け取っちゃいますよ。トン。イエスサー。かっこいい。やっぱローズはね、ブルーズ時代だよね。はい。じゃあ、ちょっと、チェンジしていいですか。今までお世話になりました。はい。じゃあ、帰っていきます。はい。デリック。で、今回デリック・ローズはあれだね。もう、ステフィン・カリーのピンクダイヤすでに持ってたんで、受け取りができたってことですね。で、ちょっとレベル上げていいですか、じゃあ。ちょっと25ぐらいまでは。はい、とりあえず25まで上げました。はい、OK。で、メンターもつけると。で、今回、ちょっと能力値の違いをみんなに見せたくて、これ分かりますかね？今2画面出てると思うんですけど、下がね、ピストンズ時代のローズ。で、上がブルーズ時代のローズで、能力値。これ違うの分かります？能力値増えてんですよね。まあ、ということで、まあ、この時代はね、彼が本当に無双してた時代なんで、ブルーズの栄光時代ということなんで、パラメータがちょっと違うと思うんですけども。はい、じゃあこのパで、パワーも一気に増えましたんで、さらに負けることがなくなりましたね。はい。では、行きましょうかね。はい。じゃあ早速使っていきましょう。せっかくだからあれか、ユニフォームをブルーズにするか。OK、いた。はい。いきまーす。トン。赤バトルだね。赤バトル。さあ行きましょう。私が赤のブルーズでございます。まあ、やっぱりローズメインでね、ちょっと使っていきたいと思いますんで。ほんとローズのね、ドライブ力がやばいんで。あ、ちょっと待って。大丈夫、大丈夫。OK! イエス。さあ、先制点ゲッチュいたしましたよ。ディフェンスどうでしょうか。もう圧倒的に、スティール、バチコリ決め上げていこうぜ。スティール。OK! よし、で、ローズ渡せ。やべ、1番がスタウダマイヤーちょっと被ってるから、一瞬だけわかんなくなるけど。よし、早い！これ早いのわかる？やっば！早いの分かります？一回レッグスルーとかやって、その後ダッシュボタンで突撃していくとね、なんか一歩目がめっちゃ早いんですよね。オッケースティール。まあもちろんパワーが圧倒的にでかいからこれができるっていうのはあると思うんですけど、もう簡単に抜けるよね、一人目は。オッケー。分かるかな、このドライブ力のやばさ。まあもちろんカリーとかカミリラも、まあ、この能力値、効力、能力、ああ、ファルしちゃった。この能力はあるんですけど、
なんか全ての選手、まあガードに多いのかな、ガードシューティングガードで多い、まああとデュラントとかもか、あの一歩目がね抜ける選手って、ね、いるんすよ。 OK スティール、トップスティール、もう一回、うっそ、なんで俺パワー圧倒的に強いのに。2本とも決めてきました。さあここはローズで、ちょっと待って、ちょっと今回うまくうまくいかなかったっけって、待って、どうやってやるんだろう、これもね、なんかねちょっと たまにどうやってやるか分かんなくなっちゃうね。1本目これ、あーでも今回はついてきたな相手が。そう、さあ最後の守りになるでしょうか。なんかスティールがいまいちできないんだけど、バシコリとトップネジ最後回して、あぶね。じゃあ最後ね、この試合終わらして、動画も終わらしましょうかね。はい、もう一回ちょっとね、もっとローズを輝かせたい。ちょっと待って、まだこんなもんじゃない、彼の秘めたる能力。いや俺シーズン2の後半はマジローズ使いだったから、もうローズばっか使ってたんで、ローズ使いであるところをちょっと見せ上げていきたいんですけど。 OK スティール、うっそ、このスティールした後相手にボール渡っちゃうのマジでイラつくよね、お前。で、それがなんか危うく、いい、オッケー、これかわしてるよ。イエス、確実に。やっぱローズはブルーズユニが似合うわ。スティール、オッケー狙ってる。オッケー落ちたろ、これさすがに。よしよし、オッケーオッケーオッケー。ローズに渡して、ローズに渡して、もう全部ローズでいくから。あ、これだ。行くよ、待って、これで行くよ、これでレッグスルー。ちょ、待って。レックス左だよね。決め上げて一歩目、ああ、ついてきやがった、こいつ。で、まあ、ついてきたら、これで一歩目が早いんで、ついてきたら、これで、いけますよね。ああ、落ちちゃった。くそ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 。残り1分、切ったところ、スティール、オッケー、ローズ、いっちゃう、電光石火。うわ、えぐ。いいね、ローズのあの、速攻からのダンクは気持ちよす。気持ちよすでございます。なんか言ってくる。スティール。バシコリ狙ってる。あー、待って、こぼれた。このさ、なんで相手のとこにこぼれんだよ、お前。オッケー、最後。最後かな、これ。ローズ、オッケー、クロスオーバー。ローズ、クロスオーバー。抜けた、よし、やばい。いいね、ローズ、ローズいいよ。だから、ブルーズ時代のローズだったら、カリー、カミリラに匹敵するんで、これはほんとマジ使える。俺の、今度のガチスタメンに。おい、ナイスブロック。ローズは僕のガチスタメンのラインナップに入ってきますよね。さあ、もう一回スティールして最後、バシコリ決め上げていきたいですけれども、どっくるでしょうか、アダムス。こんなとこでアダムス持たされてもどうしようもない。トップの1位。くそ、ボール回し上がって。オッケー、最後。ぶん投げ。おじゃ、ああ。はい、ということで、いかがでございましたでしょうかね。私は今、こういう状況でございますけれども、まあ、土曜日のもう午前中のうちに中間来てるんで、まあ、普通にサボらなければ、このまま行けば、ラビン、ゲットできると思いますのでね。今回もしっかりとギャラオパテーマ最高報酬ゲットしていきたいと思います。はい、では今日はこれで動画の方は失礼させていただきます。はい、これローズね、ローズで終わらそう。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。いやー、 PD のローズはいいね。